土踏まずさん。肉まん。SAT さん。ハート MT07 バラ、ありがとうございます。これです、ビキニーさんの。これをいただいたのでね、食べてます。めっちゃ美味しい、ほんとに。やめられない、止まらないってさ、そりゃそういうキャッチコピーにするわ。なんかね、石垣の塩と炙り明太子味っていう、なんか高そう。まだ9時、まだ9時回ってないとかやばい。ちょっと待ってね。お箸でかっぱえびせん食べていますね。そう、わさびもね、食べたことある。以前わさびをいただいて、そう、オムライスさん、なんだこれ、ひなあられ、ひなあられやんな、多分。ひな祭りっていつやねん。3月3日かな、多分そうな気がするよね。コンペイト、コンペイト、なんでこの時期にコンペイト。石広さんハート、オムライスさんコンペイト、ありがとうございます。いや、コンペイトかなって思ったんだけど、コンペイトか。3月3日、じゃあ3月3日は浴衣配信しよう、浴衣じゃない、着物配信しようかな。やっぱひなあられだよね。うん、ひなあられだ。着物配信って言っても、この前入手したちょっとした置物ですけどね、そのなんかお高い置物とかではないですよ。ちょっとあの街ブラ用に買ったやつ。押したてのやつはね、4月の終わりに来るんだけど4月の終わり、愛媛ちゃん、まあそれはもう連携取っていくしかないですね。
この辺にできるっぽい。本当に美味しいわ。レイちゃん、あのねさん、ペンライトレインボースターありがとうございます。かわいいスタンプもありがとうございます。まさとしさん、これなんだっけ、さ、これなんだっけ、なんかあれだよね、ひしもちみたいな、違います、ありがとうございます。みさてつ30日だからだから、あのね、みさてつは25日からだよ。25日から30日までの日程はまだ出てますけど、今けどゴールデンウィークっていつからだっけ、さ、29日からか、だから29日30はゴールデンウィークにかぶりますけど、それ以降はねちょっとわかんないんですよね、まだ4月3月の下旬にならないとわからないっぽくて、けど楽しみです。やっぱエビちゃん太くないですよね。なんかこういうやつで、なんか特別なやつっぽい、ちょっと絶品みたいな、なんかちょっとお子様用ではなくちょっと大人用のやつっぽいです。そう、毎日超細いとこれな、愛媛に行ったらカール買いたい。え、カールって売ってないの全国に。松葉じゃない、パリジェンヌが取れてきた。関東はね、あ、そうなんだ。でもそんなに見ない気がする。佐賀、福岡あたりでも。東日本、西日本にもあるの。だけどめっちゃあるってわけでもない。めっちゃ見ますよってわけでもない感じ。てかあんまりお菓子コーナーをまじまじ見ないか。それもそう。フレーキューチップスのことプロチっていうの初めて知りました。プロチ。フレーキューチップス、ぴょんちゃんと開けたいですね。ごきげんよう。松山空港のコンビニあった。そうなんだ。くしゃみ出そう。
お菓子コーナーで季節を感じるみ、あ、わかる、それはわかる。だってメルティーキッスが並び始めたら、なんか、あ、冬だなって思う。なんか嬉しくなる。やっぱメルティーキッス買っとかなきゃ。メルティーキッス私めっちゃ好きなんですけど。やっぱ、買ったら食べちゃうから、もう特別な時にしか食べないようにしてる。ああ、お札チップス系ね。お札系ね。さつまいも系ね。わかる。さつまいも系が並び始めたらもう秋だなって思うし、メルティーキッスとかが並び始めたら冬だなって思うし、桜味のとか、桜味が出始めたら春が来たなって思うし。すごいね。味ってすごいわ。味とか色ってすごいよね。それだけでさ、判断できちゃうんだから。もし自分に感覚がなくても、それだけでもう春なのかって思うよ。いちごは1月ぐらいかな。いちご？ああ、確かに。いちご系がね、そうね。出てきて、で、チョコ系がバレンタイン、チョコ系が出てきて、ホワイトチョコ系が出てきてからの桜ですね。で、桜とホワイトチョコが混じり出してる時期。この辺が、あ、もう春だなって感じる。えびせん食べたくなってきた。もうね、いいよね。確かにね、四季は美しいですからね、日本の四季。うん。マギか。なるほどね。自分も絶品かっぱえびせん食べてます。いいよね。お箸でお食べになるなんてお上品ですわね。ほんまに。いや、私手が汚れるのが嫌なんですよ。なんかさ、衛生的にも。でも意外と食べやすいからやってみて、本当に。箸の持ち方まで美しい。箸はなんでできるようになったんだろうね。不思議ですね、人間も。海外の方はこうやってお箸を持ちます。あ、でも書道とか習ってたからかもしれない。硬筆とか習ってましたね。だからかな、これ抜くとね、鉛筆持ちになるんですよ。で、これにこう入れると箸持ちになるんですよ。
でもちっちゃい頃から考えよかったんでしょうね。考えよかったんでしょうね。いやなんかよくわかんない。でもね、箸になるタイミングが早かったそうです。あ、箸がうまくなるタイミングが早かったのかな。いや私のね、多分あの幼稚園がね、幼稚園が結構あの、なんて言うんだろう、絶対お箸を使って食べなさいっていうとこだったのよ。そう、やっぱフォークとか使っちゃうじゃないですか。年中ぐらいかな、年少年中いたんですけど、年少年中にいたんだけど、そので年中から違う幼稚園に行ったんですよ私。だから年少の時かな、年少の時に幼稚園というか、なんだろうね、あそこなんだったんだろう本当にあそこなんだったんだろうっていう感じの、保育園でもないし、なんか保育園かといってバリバリに運動をやってたし、保育所みたいなところかな、なんかあのなんかあのね、すごいね、もう超自由に遊んでた。もう体育館、ほぼなんか体育館みたいなところにいてみたいな。そうだけどちゃんとはしてましたね。そこ延長してるの欲しい、わかんないけど、保育所みたいな感じかな、大きく言えば子供園的な感じ。そう、今の感じで言えば、はい、子供園的な感じなんだけど、まあ、そうです。ひなあられありがとうございます。そこがあの、みんなお箸をね使っていきましょうみたいなところで、そうだからもうお箸を使って食べるしかないの。そりゃ成長するよね、そりゃ成長するんだけど、だって海外行ってさ、もう英語しか英語じゃなきゃ言葉が通じないってなったらすごい吸収するじゃないですか。それと一緒でお箸で食べなさいって言われたらできるようになるもんなんだよね、人間って。だからそれで結構育ったと思う。だから昔はね、こうやってバッテンでここで掴んでました意味わかる、こうやって食べてたし、確かこうやって食べてましたね。逆に器用だわ、ほんとバッテンでこうやって食べてた記憶があるけど、あのバッテンじゃなくてこうやって挟むんだよみたいな。だからもう持って一回両手で持ってこうやってやってましたけど、ちっちゃい頃。そう、多分それが原因だね、原因というか、もうすごいいい原因ですね、それがきっかけだと思う、多分。そう、二十歳過ぎまでバッテンでした。うん、マジ親とかにさ、ママとパパがさ、いや弟がなんか箸の持ち方がすごいんですけど、だからすごいちゃんと持ちなさいって、なんかもうちゃんと綺麗に食べなさいって怒られてますけど、だからその子供園的なところのおかげです、これは本当に。で、鉛筆持ちはその言ってた書道とか皇室の先生のおかげ。そう、おかげさま。
本くんは、いや私だけですね。福岡に私は小3まで福岡県に住んでたんですよ。うん、そう。で、福岡県の幼稚園に行ったのはうちの妹までですかね、確か。弟は確か佐賀県とかに、佐賀県に来てから本格的に幼稚園とか、まあ、保育園とか幼稚園に行ってたんで、多分そう。弟くんは弟くんでね、なんかえげつない幼稚園に入ってたと思います。確かなんか運動やっちゃうぜ、頑張っちゃうぜみたいな運動頑張っちゃうぜみたいな幼稚園に入ってたから、もうそれはそれはもう、それはそれも暴れまくってましたけど、それそう暴れまくわんぱくですね。もうなんかザ・イノシシ型みたいな、イノシシ型じゃない、ザ・イノシシみたいな、ザ・イノシシ年みたいな性格してます、本当に。えげつない保育施設揃いの休止で割と、逆にさ関東とかはそういう幼稚園ないの？私も運動頑張っちゃうぜ系幼稚園にいたからさ、そうなんかもう飛び箱7段とかボン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 飛んじゃうよみたいなみんな飛んじゃうよみたいなとこだったからさ、すごい運動が好きになったんですけど、そういう系の幼稚園とかないの？関東？え、九州だけあれって嘘だよね。そんなことない。そう。でも楽しかった。めっちゃ。体育の時間がすごい楽しかったですね。そうか、音楽会とかも楽しかった。ジャングルジムでヤホー系の幼稚園ですねめっちゃわかりやすい、めっちゃわかりやすい。そうね、なるほどね。そう、体育の時間めっちゃ楽しかったですね。音楽会がめっちゃ楽しかった。毎年ね、結構大きいホール借りてやるよみたいな感じだったんですけど、なんか年少年中年長っていうあれがあるじゃない、学年が。年少の年少と年中はもう学年で、じゃあクラスで何かを弾いてこう一個ずつ披露しますよみたいな。そう、この何組はこの曲、何組はこの曲っていう感じで。でもそれぞれ折りたあの先生が好きな曲を結構やってたんですけど、年長さんはね、あの、いや違うわ、年少も年中もやってたわ。年少も年中も全員でね踊ったり全員で披露するっていう項目が一つずつあるんですけど、年長はね、あの各クラスで発表するやつが合奏になるんですよ。そうで、ピアニカ組、シンバル、木琴、鉄琴組みたいな感じで、そういっぱいありましたね。めっちゃ楽しかった、それが。マリンバ組とか、妹確かマリンバやってました。マリンバ、木琴かマリンバかな、やってましたうん、でめっちゃ楽しかったね、あれが。なんか踊った。あのね、年長の時は何やったっけな、
あ、マジで覚えてない。年長の時はね、あ、年長の時の合奏は TOKIO さんの空船って曲名合ってるか分かんないけど、あ、合ってる、空船みたいな曲があるんですよ。そう、あれをあれを演奏しました。うん、パスカルさん肉まんありがとうございます。もうねめっちゃ覚えてる。ファ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 ソファミミミミファミーレみたいな、結構ハードだったよね。今考えたらもう意外とやってたなと思うんだけど、ドレミファッサーソファでテレテレテテーと聞きましたから、ピアニカで幼稚園生がめちゃめちゃおもろいやないか今考えたら。でもすごい楽しかったです。ピアニカもね、あったんですよ。ピアニカの、なんか、ピアニカタイム、ピアニカタイム、今月はこの曲を練習しましょうとか、やってましたね。でもその、音楽会シーズンは、体育館に、体育館にさ、楽器がね、全楽器が集合してるんですよ。置き場所もないから、体育館に。で、鉄筋がブワーって並んでたり、木筋がバーって並んでたりとかするので、お昼休みはみんな、その期間はね、体育館がごった返してましたね。で、めちゃめちゃ弾くみたいな。自分が弾けない楽器をめちゃめちゃ弾くみたいなやってます。ピアニカは中学生からな、まあ大体そうだよね。そう、すごい楽しかったです。みんな元気にしてるかな。みんな元気にしてるかな。幼馴染、そう、そっからずっと一緒の幼馴染とかはいるんですけど、何人か、本当に何人か同じ小学校に行ったりした子はねいるんですよ。結構みんなバラバラになっちゃって、本当に幼稚園の同窓会をしたいと本気で思ってます。いいね。みんな面影はあると思う。演奏体系に楽器が並んでる。なんかその真ん中はその体育とかするから開けてあるんだけど、超壁、もうほんと超壁際にこうブワーってこう四角形に囲うように並べられてて、そう、それを目当てにみんなね体育館に行ってましたね。うん、あと廊下にピアノが置いてあるんですけど、廊下のピアノも一個しかないんで、もう超女の子たちがね並んでたりしましたね。で、猫踏んじゃったを高速に弾けるよって言ってくる人もう多々いました。え、私の方が弾けるよみたいな、トゥルルルトゥルルルトゥルルルルルルみたいな、はいやって言いながら。どの楽器で遊んだ？木琴結構人気だった。木琴鉄琴は人気でしたね。うん、もうなんか、うん、木琴鉄琴が一番人気だった気がします。あとはあれ、なんて言うんだっけな、全然覚えてない。
こういうやつ、ボンゴじゃない、ボンゴみたいな、こうちっちゃいなんか太鼓みたいなやつが2つついてて、パカ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 っていうやるやつ、叩く太鼓で、なんて言うんだろうね、あれ超忘れたけど、めっちゃあれやってた子がいた、めっちゃ楽しいんだろうね。そう、あと大太鼓とかシンバルはボンゴかな、ボンゴだ。大太鼓とかシンバルは重かったり倒れたら危ないから触っちゃいけませんよのエリアに入ってたから、そういうのはね弾けなかったんですよ。そうだからもう木琴とかしかなくて、みんな木琴とかやってましたね、ラスカルさん肉まんありがとうございます。だって妹が確か鉄筋をねやったって言ったじゃないですか。なんか鉄筋すぎて、なんかクリスマスプレゼントか誕生日プレゼントに木琴買ってましたもん。え、木琴買うのみたいな木琴がいいとか言って木琴買ってました。まだあの妹の部屋にあります。なんかバチはどっか行きましたけど、あ、バチもね片方あったか うん、まあね、うん、癖が強い妹ですね。そう、木琴なんかもこんなが、なんかこんなサイズの、まあ見えないわ、なんかもうなんか1メートルぐらいある、1メートルぐらいのやつめっちゃ叩いてましたね。しかも弟がまだちっちゃい頃だったので、うちらが幼稚園ってことは、弟がもうね全力で叩くんですよ、ここ。そう、それで妹がぶち切れるっていうね、やってましたね。うん、本当に止まらない。美味しいです。これだ、うん、カルビーさんなんだね。あ、カルビーって書いてあるわ、ここ、うん、一袋いっちゃい、私ね、お菓子余裕なんですよ。お菓子というか、まあご飯食べ物余裕なんですよ。美味しいです、ゆきりさん、美味しいです。この肉まんまギフトはなんだこれ。
肉まん派が多いようですね。これ達成したら何ですかって豪華特典をプレゼント。豪華特典とは一体すごいね。止められない、やめられない、止まらない、カルビーかっぱえびせんって CM がありましたよね。知ってます、知ってます。そりゃそりゃね、そりゃそうだわ。そりゃそうだわ。知ってます、知ってます。歌えないけど、著作権的に。梅味は、あーあれ美味しいよね、わかります。私も梅味結構好き。カルビーさんのなんかチップス系ってさ、外れないよね本当に。でも木金はお家が騒がしくない。いやもうめちゃめちゃ騒がしいよ。めちゃめちゃ騒がしかったですね。はい。私は大きい音が苦手だったので、もうそれはそれは。そう、大きい音がね苦手なのよ。仲間うちでカルビーか小池屋かで意見分かれてます。どっちも美味しいやないか。どっちも美味しいでええんや。そんな。ベルバフの戦いか言うて。ベルバフの戦いか言うてますけど。どっちも美味しいわ。わかる人いいのかな今の。ワンピースです、ワンピース。ワンピースの話。ワンピースのリトルガーデンにいる。で、ずっと巨人のお二人が戦ってるんですよ。みゃんこ先生さん、ひなあれありがとうございます。ほんとね、どっちも美味しいよね。くしゃみでそう。よし。おい。
T さん、ハートありがとうございます。ギターでも弾こうかな。ギターでも、指はねちょっと大きかった。これごめん、なんで爪短く、そうね、なんか、なんて言うんだろう、爪が邪魔になるんですよ、押さえるときに。こう、ま、めちゃめちゃ大げさに言うと、これが線だとしたら、で、これが指だとしたら、こう押さえたときに爪がね、あのギターのここに当たるんですね、押さえるときに。で、超邪魔になっちゃうから、なんか、もう鬱陶しくなっちゃう。あとはまあでも右手は伸ばしてたりすることが、右手はね割と爪でピョンって弾いた方がいい音が出る時もありますから、右手はあの時と場合によります、ね、右手はそんな気にならないけど、私でも私自身が爪が伸びすぎたら気持ち悪くて切っちゃいたくなる人だから、そうなの。ちょっと伸びたらもう切るっていうのを繰り返してます。お、そう、住めば都。お、宮崎さんはなんだ？今何してらっしゃるって昼ぐらいに来たから、暇でいらっしゃるって送ったらそれっきりあれないんだけど、返信ないんだけど、みんな生きてる？マジで私の友達たまに音信不通になるの人が多いんだよね。ってことで、なんか弾きますか？どうしよう。宮崎さんもたまにね音信不通人間なんですよね。そう、いや私の周り本当に多い。カレンちゃんもねたまにね生きてるっていう定期が、超生きてるっていう時がね、まあ今なんですけど吉田生きてる定期がねあるんですよね、吉田は。だからもう歌、まあ、それはもう超理解してるから、歌だとかとこう夢見えるのね3人のラインがあるわけですよ。でも既読が1しかつかないと、既読が1しかつかないイコール歌だなんですね。で、まあ歌だと謎の
3人のグループラインで個人チャットをして吉田多分吉田生きてる期間だねって言って、そうだね、まあまあ治るっしょっつってそうっていう感じなんですよ。いや吉田生きてる定義、今マジで生きてるかな、多分生きてるけど。何弾こうかな、弾くとなったら何？弾くとなったら、てか今ランキングなんだ、シンデレラボーイが1位か、でドライフラワー2位ね。きっと大型ですね、もうザ大型なんですよ本当に。カレンちゃんはマジの大ザというか、ちょい A型気味の大型でちょっと A 型が入ったら絶対家族に A 型いるっしょって感じ。宇多田はね A 型なんだけど逆なんだよね、O 型寄りの A 型なのよ。で私はもうめっちゃ A 型なの。そう、確か宇多田 A 型だよね、なんか確か A 型なんだよねって言ってた記憶が。緑色って何？ショートケーキ。いつかね、いいよね。あ、ウマ娘の CM。 何が、いや私もね設定がドツボなんですよね、ウマ娘ってウマ娘。めっちゃすごい発想だなって、だって競馬を女の子に例えるで、しかもさ走り出すんでしょ、めちゃめちゃおもろいやんと思って、すごい最初ねめっちゃ興味惹かれました。めっちゃ興味引くよね、さそりゃそうだわって思う、それは興味引くわって思う、本当にすごい設定だよね、けどめっちゃ人気だよね。これあれしないわね、チューニング。今日のお茶あんまなんか美味しくないな、味が出てないな。
多分よかろう。チューニングは機械でも機械でこう見てやるのめんどくさいからさ、ある程度一貫合わせるとこまで合わせるよね。ミサティチのブローマイドも楽しみです。よかった。どうしよう、何しよう、こうかな。よっこいしょ。うん、クリームワッシュ、はい、ショートケーキ。こんにちは、ミスターバージョン最高でした。あ、よかったです。あれもね、懐かしいですね。何調べようとしたんだっけ。いちごのショートケーキを食べたの、元気さ、ハートありがとうございます。よし、できそうかな。どうやって弾こう。これでも音聞こえる？
サトシさん、音符、スペースゴーさん、音符さ、SAT さん、ハート。ありがとうございます。やばい、最近弾いてないのと手が冷たいので、全然痛い。全然痛いね。で、なんじゃい、グリーンフラッシュ。グリーンフラッシュどこ行ったかな。あった。石ヶ本さん、石ヒーローさん、ハート、あ、じゃ音符、ありがとうございます。あのねさん、ペンライト、ありがとうございます。今何パー？ 18 パー。ちょっと一瞬、あ、ちょっと待って、これね、カラオケで見れば見れるんだよね。57パーね、了解。残業。今はショートケーキっていう歌を歌いましたよ。
私の一番負ける涙を分け合おう。アヌエさん、パチパチスタンプ、石広さん、音符ありがとうございます。さ、気圧配置は成功とて、愛しい君を思うその度、oh
17分か、終わりますかね。今目についたやつをパーッと歌ったんですけど、ふう、歌声大好き、わら、ありがとう、わら。いやね、替え歌は結構ね、むずいんだよね。そう、替え歌はね、やっていけないんだよね。さあ、終わりましょうか。終わりましょうかね。終わりましょうかね。歌聞くとホッとする、本当ですか？声の周波数的な？危ない。でも一切の声聞いてると眠くなるって方多いから、周波数もありそうだよね。そう、眠くすごい睡眠誘うねって。睡眠誘う声らしいですけど、そりゃよかった、そりゃよかった。
信号読みますかね。もう51分か。え、今日今日が、今日が28だね。じゃあランキング読みます。13位横湯さん、12位まさとしさん、11位ゆきひろさん、10位オムライスさん、9位ちひろさん、8位ツーリンダルマさん、7位アメさん、6位札幌のナオミさん、5位ミキザラさん、4位エンチェさん、3位ベルジャカチュさん、ミツさんのは2位土ハムワーズさん、1位アネさん、ミツが最高でした。ということでありがとうございました。じゃあ寝ようかな。もう寝よう。もう10時、もう10時よ今。もう寝よう。そんな感じでみんなで寝ましょう。もう早いうちに。それでは皆さんごきげんよう。おやすみなさい。おやすみなさーい。4902人の皆さん本当にありがとうございました。バイバーイ。 ET